関西か。関西遠いわ。あ、鉄丸じゃん。久しぶりじゃない？鉄丸面接頑張れ。オールドルーキーさん。せーの。タコさんくれてありがとうございました。ね、顔痛い。すっごい喉も痛いし、顔も痛いし、もう、私の体はボロボロだ。いや、こっからテンション上がんない、今日は。ガクやん、クマさん、ありがとうございました。ありがとうございました。あ、そうか。すぐるもだ。すぐるくん、ペンギン、ありがとう。ありがとう。店長、寝るんかーい。寝るんかーい。明日、よろしくお願いします。高橋、前にも会いに来てください。よろしくお願いします。青森行きすぎて移住しそう。でもさ、なんかさ、そんな、なんていうの？私は一人の人間としての意見だけど、なんか、わざわざなんか、りんご娘ってさ、なんか、眉は青森ですごいイベント多いイメージがあって、で、そのたんびに毎回、厚生番長がどこに住んでるかわからないけど、多分、関東かな？関東に住んでて、それで毎回、青森まで行って、帰るって、なかなか交通費もかかるし、しかも、やっぱイベントにもさ、お金かかっちゃうし、そんな、もうわざわざ、もう、王林がすごい大好きすぎて、もう毎回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 青森ってるんだったら、やっぱり、なるべく青森に行くため、青森に、お引越しするのを、お引越しするか、それか、少しでも青森に近い県に引っ越すとか、そうするのを毎晩おすすめします。あ、さすがに毎回は行ってないんだ。よし、おはよう。すぐ見つけたよ、くまさん。てんだ、おはよう。ちょっと東京行ってくる。あ、ガクヤン今日東京行くのね。あら、忙しい。全部星投げた。ありがとう。番長すごいよね。お、ミリ。おはよう。おはよう。オリのイントネーション気になるな。え、アシュさ。え、オーリン。え、ワンチャンってさ。イントネーション悪いの？ ワンチャンってイントネーション悪いの？関東での握手会、舞ちゃんの当日券、すぐになくなった。嬉しかったな、舞ティ。関西もなくなると嬉しいけど、まあそのなくなることをね、目標に頑張ります。みんな来てね、前のところ。あーさや、まゆら。もうさや大好き。よし、落ちるね。よし、お仕事頑張れ。早く準備してね。てるくんさ、あれじゃん。関西行くみたいなさ、ことさ、前のところ行っても、前のさ、あ、残ったら行く。
残ってたら、あ、じゃあ、関東はなんで来なかったか、関東は前の握手券が残ってなかったから来なかったってこと？てるくん来なかったから関東。明日行くよ。嬉しい。仕事行ってきます。行ってらっしゃい。すごい喉痛いけどね。なんか元気じゃんとか、元気じゃんとか言ってるけど、え？ゆうたわ、いつもありがとう。いや、おはようってさ、さっきも言ってたよな。構成番長偉い。ちょっと待って。眉めっちゃ可愛いぞ。嬉しい。ちょっと待って。今日はね、近くに、何もない。どうしよう。私、中間テスト頑張れ。今ね、近くにこれしかないんですよ。お肌の虫除けではありません。蚊がいなくなるスプレー。24時間蚊に効く。6120時間用。これしかないんですよ。これしかないんですよ。緊張 QM33。 これしか、タワーの歌なんだっけ、忘れちゃった。 どうしよう。いや、ですね、なんか最近ちょっとお忙しくて、なんか夜配信できなくて、でもできるときはちゃんと夜もやるし。ねえ、どうしよう、どうしよう、ゆうた、話そうよ。あなたいつもなんかかっこいいんだよ。なんか、いつも最初に絶対おはようって、絶対最初、一番に最初におはようって言って、で、それで、なんかさ、さっきさ、この蚊のスプレーしたからさ、喉がさらに痛いんだけど、うわー。で、それでさ、なんか、配信の半分、配信？前の配信の、最初に絶対必ずおはようって言って、そっから全然コメントしないで。で、それで、喉痛い。すっごい。いや、そんなことない。普通じゃね、礼儀よ。それがかっこいいと思う。おはよう。すごい、この蚊のスプレーすごい強力だね。すごい、このスプレー強力だと思う。いや、クマさんちゃんとコメントして。クマさんはコメントする方が可愛いから。もぎゃ。 初見です。どうも、高橋舞と申します。もぎゃさん、マユラーになってください。お願いします。すっごいこれ、もう本当に喉痛い。シャイヤどうした？ヨッシーはね、可愛い方がいい。あなたはもう可愛いから。そうかもしれない。眉毛スプレーかもね。眉毛、嬉しい。
いや、キミコ違うでしょ。違うでしょ。嬉しい、お揃いじゃん、さや。お揃いじゃん、甘いと。いや、眉。え、眉、飾ったら夜、ブーンブーンって言ってるよ。あの、みんなの邪魔してるんだよ。潰さなくて大丈夫？こうやって。潰さなくて大丈夫？あんまるは眉が近いらしいです。足は？足は？眉が近い？あんまる眉も好きだよ。あんまるはたくさん、マヨラーとか言ってるけど、会いに来てくれてるから。さくら体育祭頑張ってね。さくら頑張れ。さくら頑張れ。なんとか潰してほしいって言ってんのかな、高専町は。ねえ、ダメ。B セット S。何言ってんの？あなたがルカチアになったとしたら、私のルームにハッピーセットの方たちがもう全滅するでしょ？あなたしかいないの。最初で最後なの。ハッピーセット S は。だから行かないで。行かないで。蚊の顔真似して、いや、わかんないよ！蚊がどんな顔してるかわからないし、知りたくもない。気持ち悪いじゃん。いや、絶対嫌だ。山のつく県、ちょっと待って、岡山県、山梨県、和歌山県、富山県、え、できた？ね、こっちゃんありがとう！おはよう！エマおはよう！簡単に好きって言ったら、いや、前簡単に言ってないよ。あー、山形県あったね。いや、前めっちゃ都道府県得意だから。まゆ、簡単に好きなんて言ってないよ。あ、山口県もあった。いや、なんかさ、そうやってさ、山のつく県とか言われるとさ、なんかすごい単純のなんか、あれしか出てこない。全部出てこないんだよね、そういうのって。都道府県はすごい得意。宮城県。宮崎県。しかなくない？ね、こっち。北海道の形？うん、かける、なんとなく。あの、三角みたいなやつでしょ？ね、こっちありがとう。かわいいマイティン、嬉しい！自分の話？ですから。前は、どうした？アッシュどうしたの？あ、チリ、チリね。いや、でも歴史の方が得意だったけどね。うん、ちゃんと勉強すればチリも得意だった。テストで90点は取ったことある。この眉が、1年生の時は、1年生の時は本当に、社会と理科が得意だった。ミナックス、マイもマイちゃんともっと話したいって言っといてね。2年生の時は、社会はね、得意だった。相変わらず80点は取ってたし。
ね、体育はね、すごいね、得意だったから、体育は見学してても絶対4は取ってた。いや、満点はちょっと無理。でも保健はすごい苦手だった。なんかすごい前、体育の時間に、持久走とかあった時に、体育の時間に持久走するのがすっごい嫌で、だから、走んなかった。なんか、その体育の先生が陸上の先生で、それで、どうせ陸上ですごいタイム測るから別に走んなくていいよみたいなこと言われて、陸上でタイム取ればいいからみたいな。走んなかった。え、わからない。いくん、わからない。わからない。私にそういうの聞かれてもすごいわからない。でも今は全然走ってないからな。あの頃みたいにすごい走ってないから、絶対すごい遅くなったわ。まゆなんてもう朝練はもう6時半からとか、毎回部活ので、なんか山に走りに行くとか先生に言われたり、なんで埼玉なのに千葉県の松戸の記録会に出ないといけないのみたいな、いろいろあった。サンドのサンドありがとう。なんかもういろいろ本当に陸上部は疲れたね。なんか陸上部は、だいたい練習量がすごい短いんだけど、練習の時間が2時間とかですっごい短いんだけど、朝は早いし、もうなんか、きついし、本当にきついし、一個一個の練習がきつくて、本当に。しかも、先生が、陸上の先生兼担任が もう全国とか普通に、結構有名な先生で、なんか埼玉県の陸上教室の、中学校の陸上教室の中長距離の担当みたいな、責任者みたいな。で、結構埼玉県の、こう全国に連れてったりとかしてる先生で、本当に「オールドルーキーありがとう」、なんか自分の話に入っちゃった、ごめんね。いくよありがとう、ハートありがとう、みんなありがとうね。なんか今日すごい、みんななんかもうなんか嬉しい、頼もしい、なんかもう本当に最高、ありがとう。カズありがとう。そう、ガチ部活、本当に。だからすっごい黒かったし、肌も、日焼け止めなんて塗ってる暇なかったね。うん。あ、まる、最高。オールドルーキーありがとう。そう。だから、すっごい、早かった時は、意外と早かったけど、1年生の時とか本当に先輩、男子の先輩と一緒に練習したし、女子の先輩とかはなんかその練習についていけなかったから、まあ言うまでも男子の先輩と練習とかしてたの。でももう怪我しちゃって。オールドルーキーありがとう。山立、想像に、ご想像にお任せします。うん。うん、本当に、
200m の工程を1周45秒から50秒で40周とか50周とかしてた、毎日。これは当たり前。でもそこまできつくなかったんだよね、それは。それはそこまできつくなくて、まあいいわ。1年生の頃は、2年生の、1年生から2年生にかけては、でも、もうすごい結構大怪我しちゃって、まゆ。もうずーっと走れなくて。ミリさん、お誕生日おめでとうございます。ミリさん、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーティアミリさん、ミリちゃん、ミリ、ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。おめでとう。オールドルーキー。なんか、たくさんありがとう。嬉しい。本当に。ありがとう。ユータ、タバ、ありがとう。今日ホワイトボードがない。今ホワイトボードがなぜかわからないけど、リビングにある。はい、そうなの？なんて運がいいの？ちょっとこれはお誕生日。はい。まいちゃんおはよう。リビングで何書いたんだ？いろいろ虫に書いてたんです、私は。こうやって。虫にね、いろいろ。ホワイトボードで。怖いでしょ？そう、サンタのサータ。ちょっとじゃあ、ゆうた、ちょっと、あなたにもお誕生日をお祝い したいんですけど、でも、タワーをくれたから、なんか特別なお誕生日をしたい。心に残るお誕生日。オールドルーキーありがとう。ね、オールドルーキーめっちゃ、本当にありがとう。本当にありがとう。今、ハートのポーズ。なんかあるかな？今、すごい、化粧ポーチも何もない。化粧ポーチも何もないんだけど。ただ、今の手元にあるのは、毛爪は手元にある。でもマニキュア塗ってる。じゃあごめんね。いや、私は何も思いつかなくて、ちょっとじゃあ普通にお祝いをさせてもらって、今日はショールームの終わりにしたいと思います。つけ爪、喉が痛い。熱が出た。狙い撃ち。ハッピーバースデートゥー、まあ、投げキスできないんだよね。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーティアユータ。誕生日なのに、東京タワー、ありがとう、マイティー、嬉しい。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。何歳かわからないけど、おめでとう。本当におめでとう。あ、喉がやばい。本当にのおめでとう。前のちょっと気持ちもちょっと入れて、誕生日の歌。投げキスできない。ちょっと気持ち悪くなっちゃう。みんなうーってなっちゃう。ってことで。
いや、何にもないんだ。手元に何もないんだよ。粉あるよ。優しい手触りにこだわったウェットティッシュ。このウェットティッシュ好きなんだよね。100均の。その鉢、もうなんか、本当にありがたさまです。ありがたい。両面ウィンク。できないから、こっちが。ってことで、終わりにしまーす。あ、薬飲んできます。うん、なんかわかんないけど、本当にもうなんか、喉がボロボロです。明日にまで直したいと思います。ってことで、ショールーム終わりにしたいと思います。最後まで見てくれてありがとうございました。ルームフォローしてない方はルームフォローお願いします。そしてツイッターのフォローもお願いします。お願いします。ツイッターお願いします。お願いします。ツイッター ってことで、よろしくお願いします。バイバイ。明日みんな来てね。前のブース、来てね。マイティは待ってるよ。本当に来てほしいです。うん、喉を大切に。わかりました。てるくん来てね。バイバーイ。うん、バイバーイ。